この後歌に登場する信楽のあるものとは一体何？クイズ滋賀道。信楽について知りたいならあの場所です。ウェブアミンチ取材班が向かったのはこちら、信楽伝統産業会館。館長の奥田さんにお話をお聞きしました。同様のずいずいずっころ橋には信楽のあるものが登場するそうですね。それは何ですか？ずいずいずっころ橋ごま味噌ずい茶壺に追われてトッピンシャンの茶壺です。ああ、茶壺。茶壺の多くが信楽焼だと言われております。でもどうして歌の茶壺が信楽さんだと分かったんですか？信楽の歴史を綴った資料の中にそう書かれておりますので。信楽焼の茶壺はどんなものだったんですか？こちらにあります通り、これが信楽の茶壺で、腰から下が白くなっているので腰白茶壺と言われております。信楽の職人さんは昔から茶壺も作っていたんですね。文献によりますとお茶壺師と呼ばれていたと書かれております。ところでずいずいずっころ橋の歌はどんな歌？ごま味噌を吸っていたらお茶壺道中が来たというので、戸をピシャンと閉めて、家の中に閉じこもっていた、それが通り過ぎると、あ、やれやれと庶民の方はそういう考えを感じて、いたということらしいです。お茶壺道中とは、宇治茶を徳川幕府将軍に献上するためのお茶壺の道中で、徳川将軍も飲みますし、また徳川家の祖廟にもお供えされたという、非常に権威のある行列で、御三家であってもその行列と交わる時には、カゴから降りたと言われております。茶葉をそのまま壺に？そうです、湿らないように中山道を通って、山梨県の方で夏が過ぎるまで、保管していたと。江戸の暑い夏のところに持っていくと湿ってくるので、それまでは涼しいところに置いてあったと書かれております。信楽伝統産業会館には他にも陶芸作品がいっぱいですね。信楽焼の始まりと言われております鎌倉時代から現代までの信楽焼を展示しておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。クイズ滋賀道。滋賀にまつわる伝説や謎の情報の提供大歓迎。投稿はこちら。